ラブカツ TV 川口学です。先日はこちらの CX8 と CX60 内外装徹底チェックで比較ということで比較してきましたけれども、今回はですね試乗編ということで、実際にですね走ってどんな風に違うのかというところで行ってみたいと思いますが、まずですねこちらの CX8 ですけれども、今回ですねこちらはディーゼルを搭載したクロス D というですねモデル、それのエクスクルーシブモードということになります。そしてこちらのモデルですけれども、 CX60 のこちらですね PHEV ということになります。なのでガソリンエンジンの PHEV ということで、こちらですねエクスクルーシブモダンということで、どちらもですねエクスクルーシブ系ではあるんですけれども、今回はですねこちらがディーゼルで、こちらはですね PHEV ということで、エンジンのですね印象なんかはまあちょっと本来であればこちらもディーゼルで比べたいところなんですけれども、今回ですねそのあたりはまああんまりがっつりと比較するというよりはですね、乗り味とかですねそういった部分でどんな風にですねこの2台が違うのかというところをですねチェックしていきたいと思います。ではまずはですね CX8 の方から試乗したいと思います。さあでは行ってみたいと思います。まずは CX8 のクロス D、 こちらから試乗ということで、ついにねナンバープレートがついたというところですけれども、これを行ってみたいと思います。まあ、こちら 2.2 リッターの直列4気筒ディーゼルということになりますけれども、こちらもですねまずこういった低速で走るようなシーンでは少しディーゼルのサウンドというのは聞こえてくるなというところですね。ゴロゴロゴロっていうような音が聞こえてくるというところですね。で車両重量は1800後半から1900というそのあたりに位置する SUV ということになります。で装着タイヤは19インチということで、プロクセスですね、東洋タイヤが装着されているというところですね。まあ、この CX8 もですねかなり熟成が図られたというのがポイントで、相当に進化を果たしたなというところはありますよね。本当に長年にわたって熟成され続けて、細かにいろいろとですね変わってきてというところで、味わい深くなったなという、そんな印象を受ける1台ですけれども、果たして今回比較市場でどんな風に感じるのかというのは一つ興味深いところかなという部分ですね。さあでは次は CX60、 今回は PHEV ですね、これに乗ってみたいと思います。相変わらず今みたいなところはドシンドシンと来ますね。で今低速でこの大黒の中走ってるんですけれども、まあ、入力がこうドシンドシンと来るのは致し方ないかなというところで、それに加えてですねトランスミッションのノイズが結構やっぱりでかいですね。ヒュンヒュン言ってる感じの音が聞こえてくるというところですね。ただ乗った瞬間からやっぱりこの凝縮感みたいなものが全然違うなという感じで、まずボディが非常にかっちりしてるぞというところもありますし、ハンドルのこのフィーリングですね、回した時の感触が CX8 よりも重みがあって、なおかつこう回していく時のですねやっぱりこれも密度感ですけれども、すごくですねしっとりとした感じがあって、タイヤが本当にこう今どんな風に向いてるのかを分からせてくれるような、そんなですねフィーリングがありますね。これすごくいいところです。あでもディーゼルサウンドはねやっぱ結構聞こえてきますね。スピードがこう上がってロードノイズが増えてくると消えてきますけれども、低速だとやっぱりディーゼル音が結構するなという印象を受けますね。まあ、このエンジン 2.2 リッターですけれども、最高出力が200馬力、そして最大出力は450ニュートンを発生するということになります。そして組み合わされるトランスミッションは 6AT ということですね。このあたりのね音とか入力がどんな感じに CX60 と比べて感じるのかというところは非常に興味深いところですけれども、まあ、この右側の路面かなりこれ荒れてますので、粒の立った感じの音がですねシャーッと入ってきてますよね今ね。それと乗り味ですけれども、以前からするとだいぶですね滑らかさみたいなのは進化してきてるなっていうところを感じる、そんな足回りですけれども、時ともやっぱり路面の凹凸から来る入力みたいなところがあると、それがですねこうブルンとタイヤ全体を揺らすような、そんな感覚というのはありますね。このあたりは大きく違うところかなという部分ですね。で静粛性なんかに関してもかなりいいところまで来てるなという印象を受けますけれども、
まあ、今走ってる路面だとちょっと高周波はやっぱり聞こえてくるかなというところですね。とはいえ 2.2 リッターの直列4気筒のディーゼルエンジンで全然パワー不足は感じないですし、むしろゆとりを感じる、そんなですねものになってるなというところですね。で、出足の力強さなんかもあって、このあたり日常使いでも全く不満のない、そんなですね印象を受けます。力的には十分以上というところですね。ただアクセル踏み込むとドライブトレイン自体のこう振動感みたいなものは若干このペダルを通して伝わってくるなっていう感じはどうしてもあるところですね。まあ今回の車の場合は PHEV のモデルですので、ガソリンエンジン 2.5 リッターの4気筒にまあモーターが組み合わされたモデルということになるわけですね。それが故にですね、まあ、基本的なドライブトレインの音という部分での静けさはもう段違いにこちらの方が高くて、今もこのように加速してきますけれども、やっぱりディーゼルと比べるとだいぶ静かな、そんなですね環境が実現されているなというところはあります。そしてまあこれはドライブトレイン自体を比べるものはないですけれども、やっぱりこちらの方がハイスペックですので、まあ500ニュートンですね、超えたスペックを持ってますから、非常にしっかりとですね車をぐっと前に押してくれる、そんなですね気持ちよさがかなりあるぞということを感じますね。あ、トルクはねすごい、450ニュートンありますからね、ぐっと力強く走っていくなという感じありますね。それとこの料金所過ぎた後のですね継ぎ目が連発するところがありますので、このあたりがね乗り心地の肝になってくる部分かと思いますけれども、どんな印象を受けるか楽しみです。うん、あ、だいぶ小さく抑えてるなっていう感じですね。この入力を相当に抑えています。だ、乗り味はやっぱりいいですよね。ただ時たま鋭い入力が入ってくるかなというところはあるのと、あと今音ですね、結構やっぱり音が入ってきてるという感じは皆さんも受けるんじゃないかなと思います。以前に比べたらだいぶ静かになってきてはいるんですけれども、まあ、最近どんどん新しい車が出てくる中にあって、そういった中のですね経験値から見ていくと、まあ、やはり静かな部類ではないかなっていうところはありますよね。もしくは路面によってだいぶ印象が異なる車だなという、そんなところがありますね。なので今も、はい、この荒い路面を走っている時のこの音、結構な音が響いてるぞという感覚はどうしてもありますよね。それと路面の粒を拾ってそれが細かな振動となって伝わってくるような感覚というのが多少やっぱりあるのかなというところを気になる部分でもありますね、これは。とはいえ、まあドライバビリティは非常に高くて乗りやすいというところですね。お、ここはちょっとブルンブルンするな。このちょうど今港未来の出口の横のあたり走ってますけれども、このあたりはバネ下のブルブル感がかなりこう入ってくるぞっていう感じはしますね。だ、全体的にうまくセッティングはできてるけれども、やっぱ路面感度がちょっと高いっていう感じがどうしてもね出ちゃいますね。本当にだから走る場所によって印象が違うというところで、今逆にこの路面であれば結構静かな感じにはなってますので、そういったところがですね本当に走る場所による違いというのは大きいですね。だからこう路面の変化自体はしっかりとしなやかに受け止めてるんですけれども、段差があるとそのブルブルっていうのが出やすい乗り味になっていて、まあかなり進化したとはいえ最新のですね車たちと比べるとそういったところが若干気になるかなというところですし、まあ東洋のプロクセスのタイヤの印象としてもだいたいこのブルブルっとした感じというのは他のモデルでも実際に感じられるところだったりするので、まあ、タイヤ由来の部分というのも少しあるのかなというところはありますよね。とはいえね、ハンドルもすっごいしっとりした感じがあって、それでいて重たすぎず、この大きな車を乗っているにもかかわらずですね、こう割と軽やかなハンドルのその感触があって、それでですね気持ちよく動かせるっていうところがすごくいい部分ですよね。そのあたりの味付けの絶妙なところがですね、長年熟成を果たしてきた車ならではだなというところを感じます。あとは車の動きも全体的に穏やかで、こうゆったりした感覚があって、もういかにもこう車格にふさわしいゆとりを感じさせる、そんな乗り味ですよね。
で基本的にはその車がですね路面の変化に対して蹴られるような感じのですねゴツゴツした感覚みたいなものは持ってるんですけれども、タイヤから入ってくるその振動とかそういった部分に関して言うとですね、やっぱり CX-8 から比べると格段にその振動とか音っていうのがカットされてるというのがすぐ分かります。なのでちょっとこうビリビリした感じの音とか振動が全く入ってこない、ゆえに静粛性も高いですし不快なその振動感がないので、すごくですね乗り味としてもまろやかなものがあるということを感じるわけですね。なので段差を乗り越えてしまうとこの上下動が大きいというのはあるんですけれども、そうでなくて普通に走ってる限りのですねこのフラット感はありますし、その時の振動も音も相当に低いというのはかなりのものだなというところですし、これが新しい世代のアーキテクチャならではだなということを感じますね。これがすごくいいです。あーでも意外だな、 CX-8 から比べるとねタイヤのゴロゴロした感じもないですし、バネ下のその揺すられ感というのもこちらの方が20インチですのでタイヤサイズ大きいですからそれあるかなと思ったんですけれども、逆にこちらの方がうまく抑えてるなっていうことを感じますね。とはいえまあ普通の車からするとちょっと揺れすぎじゃないのっていうところはあるんですけれども、それでもですね CX-8 と比べるとだいぶこの辺りが違うなというふうに感じますね。なので 2.2 リッターの4気筒のゆとりある走りというのは間違いないところでしたけれども、そこから比べるとこちらのやっぱり最新スペックの PHEV ですので相当速さがあるなというところを感じますね。またコーナリングなんかですけれども、この比較的大きなボディの車 SUV なんですけれども、しっかりとこのようにコーナリングも決まった姿勢がですねピタッとしているところが、まあ、マツダの車らしいところかなという部分ですよね。これ気持ちいいですね。なのでやっぱり完成度は相当に高い1台とお伝えすることができる、これはもう間違いないところですよね。非常にうまくまとまっているそんな仕上がりだなということを改めて感じる、そんな走りがここにはしっかりと作り込まれているぞというところを感じますね。それとコーナリングしていった時のですねこの感覚もやはり非常にすっきりとした感覚を持っていて、新世代の1台になってるなというところですね。で音はやっぱりこの車も路面によって変わりますけれども、でも CX-8 ほど路面感度はその高くないので、一定のやっぱり静粛性の高さっていうのがキープされていて、その上で路面によってちょっと印象が変わってくるというようなそんな部分がありますね。あーコーナリングいいですね。だいぶ気持ちよく曲がっていく感というのはありますね。今ですね高速からこの追い越し車線に出ていくようなシーンでどのぐらいのですねダッシュができるのかというところも見ておこうかなというふうに思いますので、まあ、そうですね80キロ制限ですけれども、まあ、今70キロぐらいの下回るところからどのくらいでいけるか行ってみたいと思います。レディーセットゴー。このような感じで割と密度感のあるその身の詰まった感じの回転音がありますね。もっとこうザラザラしたものが来るのかなと思ったら意外にですね音が詰まった感じのそんなですねエグゾーストになってますね。じゃあここでもちょっと中間加速的なところをですね見てみたいと思います。レディーセットゴー。こんな感じで、ね、ディーゼルの音が意外に揃ってて、あれ6気筒のディーゼルよりもなんか粒揃ってるんじゃないのみたいな、そんなところがちょっとあるかなというところありますよね。それとこうハンドルを切って入力が入ってる時の姿勢の良さ、そしてサスペンションのしなやかさ、ここは評価高い部分ですね。相当にしなやかな感覚があるというところで、やっぱり改めてよくできてる1台だなというところを感じます。実際に
中間加速的なところもですね、ちょっと見てみたいと思います。レディーセットゴー。まあ、一拍間は空きますけれども、相当に力強いですし、上まで回した時の気持ちよさというのも音も含めてかなりあるなというところですね。でスポーツモードにしてもう一度ちょっと中間加速を見てみたいと思います。レディーセットゴー。相当にですね、やっぱりこの辺りの力強さありますし、やっぱりポイントはですね、ドライブトレーンがすごくこうしっかりとマウントされている感というか、 CX-8 の場合は踏むとですね、その全体の振動みたいなものもある程度伝わってくる感じがありましたけれども、こちらのですね CX-6 の PHEV はですね、そういった部分も伝わってこない、しっかりとしたその静音とか遮音がなされてるなっていう感じはしますよね。すごくいいところです。ちなみに EV モードもね持ってますから、 EV でも走ってみたいと思いますけれども、まあ、EV で走ると本当に静かな、もうロードノイズが逆にうるさいぐらいの、そんなですね走りが味わえますよね。でも伸びやかにこう走っていける、そんなですね味わいがあります。まあだから惜しむらくはそのタイヤのですね、このブルブルとした感じ、あと全体的にやっぱりゴロゴロした感覚が伝わってきやすいので、そこがなかったらもっといいのになっていうところですよね。走っていてハンドルもすごく重くもなく軽くもなく気持ちよく回るし、ボディも気持ちよく動くし、乗り心地もいいですし、エンジンもですね動力性の時に全く不満がないものですけれども、この走っている時のブルブルっていうタイヤの入力の入り方とゴロゴロした感じがたまにね出るんですよね。まあ、これもタイヤですけれども、そこだけなければ本当に滑らかな SUV だなっていうところで、まあこの時点でも相当レベル高いんですけれども、今言った点が解消されていたらもっともっとですねいい味を持っている、そんな車になるんじゃないかなというところで、まあマツダのことなんで、またこういった細かいところもですね直していく、そんなところがありますから、まあ、今後まだね多分 CX-80 出るまでに少し改良入るんじゃないかなとも思いますので、そのあたりはですねちょっと期待したいところかなというふうに思います。だから不思議ですよね、やっぱりその他の SUV と比べた時にかなりこのリアのですね動きの大きさとか、まあ、入力強さとかですねちょっとどうかなっていう部分はある、そんな1台なんですけれども CX-60 は。だけれども CX-8、同じブランドのちょっと世代がですね違う車と比べると、だいぶやっぱり細かなところでこのしっかりと詰められてるぞっていうことを感じる仕上がりになっているので、そこはですね相当に差として大きいなというものを感じますね。なので相当にやっぱりレベルは高いところにあるというのは間違いないわけですけれども、だからこそこの上下動とかですね、そういった部分を抑えたらもっといい車になるだろうなっていうところも間違いないわけですよね。このあたりが、まあ、今後の CX-60 の伸びしろかなという部分だと思いますし、まあ、ここをやっていけばですね他の SUV と比べてもこれはいいねって言える、そんなですねところがどんどん増えていく車なんじゃないかなというふうにも思いますね。で、まあ、あとは、まあ、それを言ったら元も子もないだろうというところでもありますけれども、やっぱり世代の差っていうのは確実にあるというところで、そこはねどうしても否めない部分かなというところでしょうね。まああと CX-8 の方がですねいい部分を挙げるとするならば、このジョイントですよね。ジョイント通過の時に、はい、入力自体はですね結構抑えてはいますけれども、やっぱり鋭い入力がこう入ってくるのが CX-60 のちょっと弱みだったりしますし、この時のですね上下の動き、まあ不意にですね大きく動くっていう、そんな動きがあるところが、まあなかなかにですね切ない部分なのかなというふうにも思いますね。で今もこうして乗ってくると結構やっぱり動きの大きさっていうのはちょっと CX-8 以上のものがあるかなっていうところですよね。ただいいのはタイヤのゴロゴロとかブルブルは格段に少ないよというところで、そこは差として感じられる部分ですね。
だからね、そう考えると足はよく動いてるはずですからね、惜しいですよね。もうちょい詰められるもんがあるんじゃないかなというところですよね。いやでも乗ってくるとやっぱり新しい車のアドバンテージって相当あるなっていうところを改めて感じさせられる、そんな部分がありますね。特に音振動、これはねやっぱり CX-8 頑張ってるけど、かなりこちらの CX-60 のポテンシャルの高さというのが光るとこですね。逆に足のセットで見るとまだまだ CX-8 のですね方がアドバンテージがある部分もあるのかなっていうところではありますよね。今のねドンドンみたいなね動きなんかはもうまさにその典型といえる部分だったりします。とはいえその食感とかですね、動かした時の車の持ってる密度感凝縮感みたいなところははるかに CX-60 のが上だなということを感じます。だそれだけに余計にこの CX-60 は細かなところが治ってくればもっともっといいだろうという結論になるわけですね。はい、というわけで今回はですねマツダの CX-8 のディーゼルモデル、そして CX-60 の PHEV モデル2台ですね比較して乗ってきましたけれども、まあ実際に乗り比べてみるとやはりですねこの世代の違いというのは非常に大きくて、まあ、乗り味なんかで見てもですね CX-8 の方が断然熟成されて柔らかくなってるかなと、それに対して CX-60 は出たてでですねまだちょっと硬いかなというところを予想して乗ったんですけれども、実際乗ってみたらさにあらずで、意外にですねこちらのやっぱり入力のきつさみたいなのもありますし、 CX-60 のですねしなやかな感覚というのもあってですね、そこが驚かされる部分でした。まあやっぱり時代のですね違いがありますので、アーキテクチャのですね違い、これはですね相当に大きくて、その車が走って路面から入力を受け止めるキャパシティみたいなものは断然ですねこの新型の方が上がってくるというのは非常によくわかるものでした。なので同じマツダの CX シリーズ同士で乗るとですね、明らかにこちらの方が上質でしなやかで、まあ、新しい時代にふさわしい走りを持ってるなというところがあって、まあ、CX-60 いろいろ言われてますけれども、他の SUV と比べるとちょっとサスペンション硬いだろうとかさまざまなこと言われてますけれども、同じマツダの中で乗るとですねだいぶやっぱりいいとこ来てますし、まあ、今後ですね熟成されたら相当にいい味を持った SUV に成長するだろうなと思いますし、なおかつですねこの CX-8 の後継として CX-80 が出たら、よりキャパシティの大きなですね能力を持つ車になると思えますので、そう考えるとですね今回この比べてみるとですね新しい車の良さというのはかなり光ったかなという部分を感じました。まあとはいえですねこちらの走りが好きだという方も相当多くいらっしゃいますでしょうし、まあ、パッと乗った瞬間にですね熟成されてきた感があるのはやはりこちらの CX-8 ですから、そのあたりのですね味の違いという部分も含めて、まあ、実際に乗り比べてみると皆さんもいいのではないかなというふうに思います。まあ、ただ実際にですね価格で見ますとこのような感じで CX-8 と CX-60 のですねレンジは被ってますので、このあたりのグレードを本来比べるのがいいのかなというふうにも思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学でした。